シスタークレアのラジオクレアラモード。みなさんこんばんは。このラジオのパーソナリティシスタークレアです。本日1月3日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。ちょっとお正月っぽくね言ってみました。皆さんお正月はゆっくり過ごされてますでしょうか。セールとか福袋とか、まあはたまたね、実家に帰ってるよなんていう方もいるかもしれません。まあ私の日常も少しのんびりしていて、新年の華やかなねムードが漂っているわけなんですけれども、そう、私ね、今日こう Siri って皆さん知ってます？Hey Siri って言うと、すみません、わかりませんっていう答える、Hey Siri って言っても答えないけどね、たまにそういう風に答えるじゃないですか、というSiri の音なんですけどそのシーンにね、おみくじって言うとおみくじをね引いてくれるんです。で、そのおみくじがね大吉だったんですよ。なんかちょっと嬉しいなって思っちゃってでね、そのおみくじに書いてあったことちょっと読んでみますね。願望、あなたの思いのままになるでしょう。待ち人、早く来ます。これな、なんて言うんだろう、失いもの、なくしたもの、南西を探すと吉、勝負、勝ちます。健康、健康に気を使えば吉。仕事、チャンスがたくさんあります。恋愛、いいご縁に恵まれます。ラッキーカラーは白ということでね。私ね、まあ全然関係ない話が始まるんですけど、白いセーターというかニットを買ったんです。でね、お気に入りだったのだからね、2着買いました2着買う必要あったのって思ったでしょう今。でもね、好きな服を2着持っていると、1着をこう洗っている時にもう1着を着られるというメリットがあります。セーターだとね、やっぱりこう傷むというか毛玉とかねなったりするじゃないですか。それをね回避できるというね、最高のね手段に出会ってしまいました。とにかくね可愛いからね、皆さんにも見せたいなって思うんですけど、まあ見せませんこう白いね格好ってすごく憧れて、オールホワイトって言うんでしょうか、全部白の格好だからね、今年はちょっと、今年っていうか去年なんですけど、去年白いスカートに白いセーターに白いコートを買ったので、全身真っ白な人をやってたんですよだからね、ラッキーカラー白って言われてちょっと嬉しかったなっていう、そこにつながるっていうね話でした。いやー、私もいい年になりそうですね。 iPhone の方はね、ぜひ皆さん Hey Siri でおみくじやってみてください。お正月まったりムードで来ておりますけれどもみんな新コーナーのお便りは考えてくれたかな？うんうん、みんな考えてくれているようだまあでもね、皆さんに喜んでもらえるように新コーナーをねやっていきたいと思うので、ちょっとドキドキしているんですけれども、頑張りますあとはね、1月中にアイドルマスターシンデレラガールズの同時視聴配信を絶対したいなと思っていて、
Amazon プライムにね、あったので、まあ各自ね、そういうので見てもらうことになるかとは思うんですけれども、ちょっとね、絶対見たいなって思っています。見た方がいいよ、みんな。絶対見た方がいい。その理由も多分、来月ぐらいになったらわかると思います。だからね、一緒に見ようね。本当はね、お正月に見れたらよかったんですけど、ちょっとどうかなっていう感じです。明日、明後日で見られればいいんですけど、そうするとね、一気見になるから。そういえば、ラブライブは、配信してましたね。なんかいいなと思って、私ラブライブも好きで、小鳥ちゃんがとても好きなんですけど、最近虹ヶ崎、虹学の、曲を聴いてからね、好きになって、スクスタを始めて、なので、みんなともね、ラブライブも見たいなと思うんですけど、まずはね、シンデレラガールズをちょっと見れたらいいなと思っています。ということで、今日はそんな感じで、おしまいにしようかなと思います。じゃあ皆さんもね、お正月あったこととか、今年の抱負とか、言いたいこととかがあれば、ぜひメールフォームからお便りを送ってください。それでは、また夢で会いましょうね。今日も皆さん、あらどうもこの番組は、タヌさんのご協力でお送りいたしました。